世界一売れたライトノベルトップ10、最も売れたラノベシリーズが何か1位を予想してみてください。第10位12国旗1280万部、第9位魔術師オーフェン1400万部、第8位カゲローデイズ1500万部、第7位薬屋の独り言1800万部。アニメ化していないのにこれは異常。同率5位鈴宮春日シリーズ2000万部、早く続きを読ませてください。同率5位スレイヤーズ2000万部、さすがレジェンドライトノベル。第4位魔法科高校の劣等生2200万部。同率2位ソードアートオンライン3000万部、新作オリジナル映画も楽しみすぎる。同率2位転生したらスライムだった件3000万部。最強のナローラノベコミカライズも売れまくり。そして第1位はライトノベルでトップクラスの関数と鬼のようなメディアミックスをしているあの作品、とある魔術のインデックスシリーズ累計3100万部。やっぱり金賞はまだまだ強いですね。